宿に着いてお風呂に入ってまずは乾杯。乾杯。息子に買ってもらったビール美味しい。今5時19分温泉に入ってゆったりしてます。ビールに続いて茶碗で日本酒、お家から持ってきたお漬物がおつまみです。至福の時です。今日はふうさんがこれを作ってくれます。オーリル山荘で電子クーポンを使おうと思ったら使えません。そんなわけで、まあ、まずは電子クーポン選びます。私たちの電子クーポンは2000円。金額を選ぶになってるよ。利用する金額か、うん、単位をこれ以外の以下の 中から使いたい金額を選んでください。これ以外の単位で使用することはできません。単位ってなってるけど。ふうさんに1000円が来ました。クーポン後で使うでいいか。そうね、後で使うだね。旅行会社 ID は1007、そして予約番号はめちゃくちゃ長いのでとりあえず 0E636C。 あ、フリー番号。何やったよ。大丈夫ということで、都道府県は栃木県、下の何なんとかコードを入力してくださいと。 QR コードリーダーが使用できない場合、 QR コードリーダーが使用できない場合は下記フォームにパスコードを入力してくださいだ。あ、違う、あれから、iPhone。 で、これはそれキャンセルでいいと思う。で、うん、今夜スンドゥブ豚ロースしゃぶしゃぶスンドゥブになりました。 GoTo トラベルの電子クーポンは使えるお店とか使えないお店とかいろいろあるので、お店に電話してから使えるかどうか確認した方がいいと思います。以上、 GoTo トラベルやってみようでした。今夜はスンドゥブ、締めはラーメンです。美味しそう。食べてみます。うん、うまい。ネギもいっちゃう。うまい。肉何個入ったの。何、肉何個入ってる。1個。熱そう。あるかね。うん、豆腐。おこおこ日本酒で流してます。今夜はスンドゥブ三昧です。ふうさんも美味しい。うん、美味しいそうです。今日は雨、結構降ってます。10月17日雨の湯の湖。雨でも紅葉は綺麗です。今日は山王峠へ行きます。何やら間欠泉が見られるそうです。山王峠川俣温泉に行きます。高徳牧場の方ですよ。この木に鳥がいるらしいです。何がいるんですかって言ったら、まだわかんないっておっしゃってました。高徳の駐車場、さっき何が取れましたって聞いたら、ミタギですかねって言ってました。野鳥マニアがはい、雨でも頑張る人たちです。晴れてたらここを歩くつもりでした。川俣まで21キロ、夜間は通行止めです。夕方の5時から朝の8時まで通行止めになります。林道奥鬼怒線になります。時速20キロで走ってねって書いてありました。水ならの群落です。こんな森もあります。標識が随所にあって結構整備されてていい道です。綺麗です。山王峠300m、高徳 2.4km、 道があるようです。枯沼は 800m、 湯本が
5.3キロ下りに入ります。見える、うん、あれが枯れ沼だと思います。今日は幻想的。川俣まで16キロです。ここいらは携帯は圏外なので何かやらかすと助けを呼べません。 Y モバイルは圏外です。おお、なかなかいいぞ。素敵ね。素敵素敵。おお、山王林道なかなかいいな。おお、3つもあんだ、すごいぞ。だから山王林道っていうのかな。いやー違うでしょ。今日はそこがお目当てです。なんとずっと下りかと思ったら上り返しのようです。湯川橋です。いろいろ川がある。おーすごいな。西沢橋です。なかなかすごい。なんかこう現地調査っていう感じになってきちゃいました。あ、吹いてる。出ましたよ、出ました。ちょっと出よ。そんなに高く出んのかな、わかんない。ちょっと待って、出なかったって。そう、でも風船橋、今さっきちょっと吹きました。ここが間欠泉です。どれぐらい吹くんでしょうね。ちょっと出る。ゆーって吹くんでしょうか。ちょっと、ね、ほらほらほら、ちょっとぐらい、ちょっとだけ3回ぐらいこういうのがピューピュー出る。うん、もっと高く出るんですか。もっとこの辺も本格的なの行くんだよね。そうなんだ、出るのかな。来ないんだけどさ。あ、思わせぶりの間欠泉です。おお、出た出た、ちょっと出て。おお、ほらほら、ちょっとほらほらほら、思わせぶりだな、ね、本当だね。上がれー。出ないかな。吹いた吹いた吹いたぞ。吹いた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 吹いてます。景色が綺麗です。いい温泉街だね、川俣温泉。灯台があります。え、足湯もあんの。足湯もあるらしいです。吹き出しの間隔が短くなって高さが低くなってるらしいです。展望台から見るとこんな感じ、うん、あそこが間欠泉です。おお、吹いてる吹いてる、ポチョポチョしてます。ここです。台風19号でちょぼくなっちゃったらしいです。吹いてくれるの見れるかな。空気の、お、あ、ポショッと出た。キュンキュン出る間欠泉でした。吹き上がらないようです。昔は橋の高さまで吹いたそうです。お、出たぞ、ボショッと。お、あ、出た出た、まあまあ出て、まあまあ出ました。見てみるか、うん、以上、間欠泉でした。台風19号でちょぼい間欠泉になっちゃったみたいです。まあ吹いてるのが見えたんでよしとします。来た道を戻ります。外は雨でも彩りは綺麗です。